これはスマートポリマー。普段は張りのある素材だが、お湯につけるとこのように柔らかくなり、手で引き伸ばすことができる。この変形したポリマーに再び同じ温度を与えると、元の形に復元する。そしてこのスマートポリマー、設計によって復元する温度を変えることができる。ここでは左から43度、51度、55度と違った温度で復元する3種類のポリマーを用意した。このポリマーを温めてから引き伸ばし、特別に設計したこの3つの装置に取り付けた。左側の装置の小さなミルクピッチャーには金属の玉が入っており、透明な蓋もついている。そして右側の2つにはシーソーの片側にポリマーが取り付けられている。次にこの装置たちを大きなガラス瓶の中に設置してから、水で満たし蓋を閉めて密封してしまう。これを水槽に沈める。当然のことながら瓶の中の装置には外から指一本触れることはできない。しかしこの水を徐々に温めていけば、温度の上昇に応じて3つのポリマーが1番から順に元の形に復元し縮んでいくはずだ。すると何が起こるか。ではヒーターのスイッチを入れ、ポリマーの振る舞いを見てみよう。水の温度が徐々に上がってきた。一番のポリマーが縮み始め、透明な板が持ち上がっていく。玉が顔を出した。さらに進めると一番のポリマーが元の形に復元していくのがよくわかる。温度がさらに上がっていくと、次に2番のポリマーが反応した。シーソーが傾いていく。玉が転がる。さらに加熱を続けよう。スマートポリマーはこの瓶と同じように人間の体内など外から直接触れられない環境で動く医療機械などへの応用が模索されている。ついに3番のポリマーが反応し始めた。未来の科学者たちへ、ニムス。